ポケモンは怖い生き物です。かつて神王地方が翡翠地方と呼ばれていた時代、ポケモンと人間は共生関係ではなく、あくまで一部の人々がモンスターボールを使わずポケモンと共同生活を送っていました。そんな翡翠地方には現在の様々な地方では見られないポケモンがいます。彼らは絶滅したのではないか、このように考えられていたんですが、一部のポケモンは未だにどこかで生息しているとか。さあ今回はそんなポケモンたちの中で北上の里でフィーチャーされたガチグマについてお話ししていきます。オンジャモどうもサオでございます。今回はね、まず謝罪をしなければいけないというところがあるんですよね。何やらかしたんだよ。最近寝る時間が遅すぎて夜の20時が僕の朝なんですよね。誰にも迷惑かけてないからいいんじゃね。まあこれは嘘で、まあ今回はガチグマの話、本編で謝罪をさせていただくのでぜひともご覧ください。さあ皆さん、ガチグマについてどれぐらいご存知でしょうか。まあ何がモチーフとなってるのかすぐ答えられますよね。カニです。まあクマなんでございますが、このガチグマ北上では特殊な個体のみが存在しています。まあといってもレイドとかはまあ話また別なんですけど、これを踏まえて今回解説していきたいと思うんですが、まずは初手謝罪をさせていただきたいと思います。さっきのやつね、特殊個体解説の動画でですね、この暁って出したんですよ。暁の方のね、まあどっちも暁なんだけど、本来の表記って赤暁なんですよ。この赤の方ね、まあ、このミスってテンポよく説明するためにやった説明ミスなんで、これは後ほどお話ししていきたいと思います。それではまずガチグマくんから解説。こちらのポケモンはですね、クマがモチーフとなっているんでございますが、まあ北海道というところなんで、エゾヒグマだったりがモチーフとなっているんじゃないかと言われております。クマってどれぐらい嗅覚があるか知ってますか。人間換算10億倍から20億倍の嗅覚を持ってるって言われています。まあ僕は知らんすけど。ちゃんと調べろよ。いや調べたんだけど、実際クマになったことないからわかんないかなって。あ、はい。まあだから翡翠地方ではね、子供の乗り物として扱われていたんですが、まあ用途としてはダウジングマシンでしたね。まあてなわけで翡翠地方にはそんなクマがいました。でも神王地方では今は見られません。まあこれはダイパリメイクでどうなるのか、まあ果たして翡翠のポケモンたちは。ダイパリメイク出てるね。そうじゃん。まあ翡翠地方の物語があった世界線での神王地方では、まあ彼らは生きてるのか生きてないのかわかりませんが、今回は絶滅に近い形になったんじゃないか。てなわけで次は暁くんについてのお話です。こちらのガチグマの説明はこうです。海を渡り流れ着いた土地で生き抜いた結果、特別な姿と能力に変化した。海を渡り流れ着いた土地、まあ、つまり海を渡ってどっかからやってきた。そしてその土地では生き抜くために特別な力が必要だったんだよねっていうお話。まずは前者から、海を渡りというところなんでどこからやってきたでしょうか。これは現状不明です。やっぱりなと言いたいところなんですが、今回の解説にあたってイベントを見直しました。サザレさんが探しているポケモンなんですが、このように語ってます。ガチグマモトイアカツキは私の地元が翡翠地方って呼ばれてた時代のポケモンなんだけど、いつからか北上に渡ってきて住み着いちゃったみたいなんだ。まあこれは逆張りせず考えるなら、まあ翡翠地方モトイ神王地方から来てるって考えてもいいのかなって思います。まあそんなガチグマくんなんでございますが、翡翠地方からこのわじゃわじゃわじゃって海を渡ってきたわけですね。とんでもない剛腕ですねというところなんで、もともと強い個体だったのかなっていうところはあります。強さとしてのポテンシャルは持っていたポケモンであったと。あ、これは個体値的な話ですよ。でクマって通常群れたりはしないんですけれども、翡翠地方でまあリングマとかがまあヒメグマたちを守っていたように、まあ何人か家族的なノリで群れていたっていうところはあるのかなって思っていまして、まあ例えばそういった小規模の群れで、自分たちが行きやすい場所に住み着いたって感じになるのかなって思います。まあ別に一人で来ててもいいんですけど。ではなぜそんなことをしなくちゃいけなかったのか、わざわざ海を渡って行かなきゃいけなかったのか。それは翡翠地方がめちゃめちゃ住みにくい場所になったからだよね。例えば彼らが好きなピートブロック、まあ泥ですよね。泥がなくなってしまったとかね。まあそういう風に考えていくと、まあ原因としては一つ挙げられるのが銀河団。
まあ、つまり北海道開拓ならぬ新王開拓翡翠開拓って形になります。ヒグマっていう存在はどういう存在として扱われていたのか、これは実際の北海道で言うと人を襲うし家畜を襲うし、まあ、つまり害獣とされてきました。まあ弱肉強食といったところではございますが、まあこのような背景からどんどんヒグマの数がね駆除されてって減ってってたってわけになります。まあ1980年から1990年あたりヒグマの数がめちゃめちゃ減ってしまってんですよね。そういった時代背景があります。まあ駆除されたかポケモン世界ではわからないんですが、まあクマの数が減っていました。まあ開拓が要因でねみたいなところもあります。ってなるとガチグマたちは逃げなくちゃなりません。まあ人の手が及ばない場所とかね、新しい環境への適応、それが図鑑説明の2つ目の文章、その土地で生き抜いた結果特別な姿と能力に変化したというわけでね、外的要因から身を守るためにその場所を逃れて、そして行った先にも何かがあったというわけでございますよね。まあどんな過酷な状況があったんでしょうかというところで、皆さん一つ心当たりがありませんか。彼が住んでいた場所、それがトコシエの森。さあこのトコシエの森、一つ不可解なポイントがありました。不便な場所でしたよね。空を飛ぶがない、まあ掲示板がないというわけですね。まあつまり人が寄りつかない地だったんですよね。まあここには人があんまり立ち入らない、北上としての開拓もほぼなされていなかった、そんな森になっているというわけですが、これは僕の考えでしかないため、ゲーフリが普通にミスって空を飛ぶを置かなかった可能性は、いやでもね、というところでここをもう少し深掘っていきましょう。看板に書かれていた内容って皆さん覚えていますよね。鬼にまつわる伝承、それがオーガポンだったりとかモモポケモンだったりとか、これは現状考察の域を出ないんですが、共通して書かれていたのは北上の伝承と鬼とお面の伝承、まあ、つまり鬼に関わる現地巡りをするみたいなイメージでもあるんですよね。っていうところで考えると、逆を返してみれば鬼が来れない場所って考えるべきなのではないか、このように推理することができます。さあこの推理何に役立つかっていうと、今度ガチグマがなぜこのように姿を変えたのか、まあ暁と通常個体で全く違う部分、それは大きさとかもそうなんですが、心眼という特性、効果として考えるとノーマルタイプ、格闘タイプの技がゴーストタイプに当たる、まあ肝っ玉鋭い目ですね。暁という個体になった時に新たに獲得したガチグマが暁たらしめる、そんな能力だと思うんですよ。つまり何かに対する対抗策が必要だったのであれば、その対象は何なのかっていうと、ゴーストタイプや暗闇に紛れるポケモンに対しての能力、相手に対して有利な時間に戦い、そしてかつ相手のタイプに対して強力な特性だったと考えると、ゴーストタイプの提灯がありましたよね。鬼伝説とつながるわけ。そしてガチグマは今も生き続けているというところから、ゴーストモモ鬼ポケモンがいたとして考えると、天敵はこいつで、トコシエの森を守り切ったのがこの暁という個体だったのかもしれません。まあ、この暁という意味について考えていきます。謝罪の部分と重なる部分で、この赤々の月の方は造語です。まあ、実際には存在しない言葉かっていうと、まあ、歴史とかにはあるかもしれないですけど、まあ、基本的に暁ってこっちの暁を書きます。で、これはどういうことかっていうと、ダブルミーニングです。ポケモンの特別感を出したというわけ。で、この赤々、書くと読むんですが、明るいとか輝くとかポジティブなイメージ、プラスまあ勢いが盛んなことだね、それ転じて怒っているとかいうね解釈もできます。でね、前々回の動画で話したように、こっちの暁、普通の暁はまあ残った月とかいうイメージの言葉でもあります。まあここから一部妄想なんですが、まあゴーストタイプのポケモンに襲われて最後の一匹がこいつで、こいつが追い払ったとか、そういった意味で怒ってるとかね、イメージが付け足されているんじゃないかみたいなバックグラウンドストーリーがあったら非常に面白いけど全然不明。また用心深いっていう描写もちゃんとなされていまして、サザレさんが、まあ、シャッターを焚いたから襲ってしまったんですよね。だからこそ人間には結構警戒心が強くて、それも生き残った強い個体だからこその知能の高さだったり、翡翠地方で何があったのかみたいなところの考察
にもつながりますよね。また彼は翡翠地方にいた時に元親分だったんじゃないかなっていう考え方もあって、まあそれがこれだよね。音楽親分戦には一応なってます。しかしまあガチグマくんよりは体格がいいというか重さと高さが上なんですが、最大サイズ、ガチグマの最大サイズと比較してみるとかなり小さいかなっていうところ、これはまあどうなんでしょうね。感情論的には音楽を信じたいところではありますよね。というわけでまあこの謎がいつ解けるのかっていうと、まあねモモポケモンというかあのゴーストっぽいポケモンをさっさと実装させてほしいんですよね、ゲフリさん。皆さん今回の話どう考えるでしょうか。ぜひともコメントよろしくお願いします。まあ特にコメントすることがないよっていう方は、好きだった給食のメニューについて、書いてみてください。僕は揚げパン、ココア味。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。残念ですがさようなら。